いただきます。どうも西条です。またまたやってまいりました御嶽社中泊。虫出始めましたね。もうこの間来た時は全然だったんですけど、ここリアゲート開けてるからいけないんですよね。電気灯した途端に虫がボンボン入ってきました。ガトちっちゃい虫が 1,2,3,4,5 匹、なんかカゲロウもいますけどね。ランタンの数が足らなくてですね、外に吊るせる用があればこのリアゲートのところに引っ掛けておくんですけど、そうするとそっちに虫が行ってくれるんでいいんですけどね。どうしよう。メインのランタンをそこに潰して、でテーブルの上はこの読書灯で賄うか、それかしばらく真っ暗にして外へ虫が出ていくのを待ってゲートを閉めるかというようなところですけど、はい。今日はですね、今日もカンソロですかね。車1台止まってるんですが、そのドライバー、ボルダリングのマットを背負って、駐車場の外へ出ていきました。静かでいいですね、これ。そんなわけで時間、今11時半、6月10日金曜日です。のんびり待ってるんで、お酒宴会を楽しみたいと思います。今メインのランタンをですね、外に出して、リアゲートのところに潰して、虫に出てってもらってます。今んとこ成功な感じですね。向こうに虫が集まってきます。今日はですね、つまみの中でのおすすめこちらです。見えますかね。海鮮スティック明太マヨ風味、要はカニカマです。これファミマブランドですね。あともう一個がおつまみフランク、こういったまあパックのフランクなんですけども、温めずにそのまま手軽に食べられる香り豊かにスモークしたフランクですということなんですね。用冷蔵10度以下、こんなのファミマで見つけてきました。これはファミマブランドではないです。どんな味するんですかね。こっちはカニカマの、明太マヨ味ということですけどね。見た目は普通にこうタラバの足みたいな仕上がりになってますんで、食感もいいんじゃないかなと思います。あともう一つがこれと同じ種類っていうんですかね、ファミマブランドで、チーズかまぼこだ。これのチーズかまぼこ版が売ってましたので、それも結構美味しそうでしたね。ということで、こちらまずはいただいてみましょう。開け口。見ようかな、ぜひ。フランクで、ほぼ常温に今なっていますけど。いただきます。缶詰にソーセージのやつあるじゃないですか、明治屋の。味はそんな感じですね。
で、食感は普通のフランクに近い。常温で十分食べられます。美味しい、うん、しかし虫もこういろいろ飛び込んでくるんですけど、ちょっと電気消しましょう。まあ虫もですね、車内に入ってくるとうざったいですけども、カゲロウに関しては、まあ、なんか同情してしまうというか、せっかく生まれてきて飛び回ってても、まあ一晩の命ということですね。まあ、一匹二匹で見てるとカゲロウも結構よく観察すると可愛いんですよね。まあ、ただこれ河原行った日にはもうごちゃごちゃっとね、カゲロウいますから、いやーって感じになっちゃいますけど、うん、まあそういった部分で一晩の命というところで、まあ頑張ってねと応援したいところですね、うん、次行きましょうか。次、金麦終わってこちらです。木桜2の本醸造銀醸古酒空酢ってもんかな、ブレンド、うーん、米麹醸造アルコール普通酒ですね。200円ちょっとでした。これいただきましょう。ツイッターの返信が来ましたけど、ちょっと後で見ましょう。これはね、見たくれがいいんですよ。見たくれって、その瓶の瓶自体はあの透明のやつなんですけども、あのとっくり風に見えるのがいいですよね。で、冷やしてあります。行きましょう。普通に普通し、まあうまいです。古酒空酢ブレンドって言うんですけど、その辺まあ分かんないですね。まあ美味しく飲みましょう。今車内の気温が20度、例によって箱番の床暖房状態なんで、今 T シャツ1枚でいるんですけどね、私上半身寒いというよりは涼しくて床ポカポカみたいな感じで、なかなか快適です。ちょっと前まであのゲート閉めて宴会やってたんですけども、まあ寒いっていうのもあったので、まあ今日久々にゲート開けてやってると川の音が聞こえてきていいですね。さて今日はですね、これをやりたいんですよ、うん、こちら、ファミリーマートコレクションの冷凍食品です。エビグラタン、ほぼ溶けてます。まだ微妙に冷たいですけどもね、あの道中ずっともうクーラーボックス入れずに、常温でさらしてきましたんで、ほぼ溶けてます。これを
また例によって、カセットコンロ、フライパン調理的にやってみたいと思います。さて冷凍エビグラタン、まあ、これレンチン対応ですんでプラスチックの容器に入ってますけども、よいしょ、これをですねそのままいけるかな、これ。いける。いけるか。はい。こちらです。ダイソーインモノの、グラタン皿です。これに移して、で、カセットコンロで加熱していこうという、作戦です。初めてです、今日やるの。このままスルッと入ってくれるといいんですけど、あれだ、このスルッと鋳物に移そうって考えたら解凍しない方がいいかもしれませんね。うまくいかん。あ、崩れ始めた。溶けちゃうことによってこのドロドロ感崩れ始めてます。いけいけいけ、そのままいけ。うわ、はい、うまく入って。今までの冷凍食品ってこう加熱することを考えて常温にした方がより早くうまくいきますよ的な感じでやってきましたけど、これに関しては半解凍ぐらいの方がいいかもしれないですね。あとは凍って固まってるうちにグラタン皿に移したい、まあ、こんな感じになりました。グラタン皿の方は前もって油引いてあります。でここへラップじゃなくてアルミホイルかぶせて加熱。まあ、過去の経験上5分から10分ですね、やってみましょう。おう、虫入ってきた。え、あっち行け、燃えちゃうよお前。はい、行きましょう。過去いろいろやってきてますけども、このですね、カセットコンロでポイントは中火以下というか中火未満がおすすめです。でなんだかんだ言いつつ5分から10分ぐらいかかりますので、あとはほったらかしておきましょう。